はい。皆さんどうも、こんにちは。はい。えー、今日は1月の20日。ということで、えー、っと、今日からね、えー、千葉の入試が始まったところで、はい。で、まあ、今日、あの、入試があった主なところで言うと、市川、それから、仙台松戸って感じなんですけど、で、今日はあの、市川の問題ですね。まあ、びっくりでした。うん。えー、ね、試験を受けた生徒から連絡がありまして、ね、ちょっと、傾向が変わりましたと。 次第の仕方がね。うん。じゃあどう変わったのかなっていうのね。あのー、ちょっと、ね。リズムス持ってきてもらって。見たとこですよ。はあ、で、まあ、これについてはですね。まあ、どうなんでしょう。えっ、ー、と、まあ、にが来月う、うん、終わりから3月にかけてね。あのー、毎年、あのー、入試分析会っていうのがあると思うんですけど、そこで、まあ、まず国語でね、話される内容でしょう。ね。 うん、まあ、そんな感じ。うん、まあ、どういうことがあったかというと、えっ、ー、とね、具体的にちょっといい言いたいんですけど、あのー、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、大門が、えっ、ー、と、ま、大門1が、まあ、いわゆる説明論説文ですね。うん。えー、寂しさの力っていうね、うん、文章。うん。ね。それがまずあって、えー、で、大門2。うん。まあ、これが、えっ、ー、と、水を縫うっていうね。 あの、まあも、物語文ですね。うん。ね。まあ、ここはまあまあ普通っていう普通って感じだったんですね。ところがですね、この、大門3ですよ。これはもうびっくりだよね。これね、あの、実際に受けた生徒からするとね。うん。要は、えー、大門1と大門2の文章に関連づけて次の問いに答えなさいっていう。要は、えー、まあ、説明論説文と、 物語文、その二つの文章に関連づけて、ええー、ね。まあ、こういう説問ですね。あのー、青年期の特徴に基づいて、50時以上、90時以内で説明しなさいっていう。まあ、いよいよこういう問題が出ちゃったなって感じですね。うん。ま、当然これあのー、伏線にあるのは、もう、明らかにあのー、共通テストですね。うん。共通テスト。 ま、あこれをね、意識せずにね、この問題、作文してると思えん。うん、特に、市川は、えー、っと、去年、一昨年か。あのー、サッカーとラグビーの話出して、図を出しましたね。うん、で、まあ、正しいもんどれですかみたいな。うん、ま、あ簡単に言うと、えー、サッカーのラインオフサイドと、えー、っと、ラグビーのスローフォワード。ね、オフサイドの2種類をね、それを表している図の組み合わせはどれが正しいですかみたいな。あったと思うんですね。うん、まあ ええー、まあ、だからまあ、そういう、まあ、共通テストっていうことを相当意識してんだろうなと。うん、で、まあ、あのー、今回ね、共通テストの問題、ええー、見ましたけども、えっ、ー、と、大問1のね、問い五とかでね、あの、この文章を授業で学んだ n さんは、みたいな、その、えー、授業に関するノートみたいな、な、ものを出してるわけですよ。で、えっ、ー、と、今回の、この1からの問題の中でもですね、 それにちょっと近いようなね、説問の作り方あるね。うん。えー、っと、大問一の問いね。うん。次の、あからかは、中学1年生の太郎くんと花子さんが、本文の内容について話したものである。ね。本文の内容と合致してない発言を。っていうね。だからその、文章だけ、文章に関することなんだけれども、なんかこう、生徒登場させるっていうね、パターンですね。ただこれも、あの、共通テストも一緒ですよね。うん。ね。 で、今回共通テストにもですね、えー、っと、これは、ーえー、っと、大門2の問いでも、あの、新たにもう一つ文章、資料として文章出してるんですよ。ね、だから文章の、やっぱり比較ってことしてますね。うん。まあ、古文、えー、古文でも映画物語出して潜在和歌集も出してるみたいね。うん。その同じ歌ということで、ね、潜在和歌集ではこうですみたいなのを出してるわけですね。で、 漢文でも二つ文章出してますね。うん。うん。応用、文中講習。あ、うちょっとこの辺はあんまりね、かつてあんまり勉強しない部分かもしれないけど、まあ、あとそれに漢辟出してる。みたいな。二つ、ね、文章出してるっていう。だから二つパターンっていうね、二つの文章を比較させるっていうのが、もろに、えっ、ー、と、今日の、えー、一課でもね、まさか説明論説文と物語文で、 ねえ。合わせた問題出したものはなかったですね、ねだから今後ちょっとこういう形式っていうのが、やっぱり出すとこう、特に、やはりこれはもう新学校ですよね。うん。出てくる可能性高いんじゃないかなっていうふうに思わせてくれる。出題の仕方。おー。ねえ。もうでもこうやって出して、今日何人受けたかちょっと詳しい数字分かりませんが、まあ相当数受けてる中ね、 これ先生方も大変ですね、これね、採点がね。どういうふうに採点するのかなって感じですけど、はい。まあちょっとそんな問題が出たんで、ちょっと結構衝撃ですね、これね。うん。で、まああの、指導する立場としては <laughs>、やっぱりこういうことを想定して、え生徒にやらしていかなきゃいけないというのが、まあ今後のね、うん、まあ課題になるんだろうな、というところでございます。はい。 ね。まあ、あの、気になる方は、あのー、問題入手して、ちょっと確認してみてください。はい。ということで、あのー、今日から、えっ、ー、と、千葉が始まり、まあ、この後ね、また2月1日から、東京、神奈川の入手が始まりますので、まあ、いよいよね、大詰めって感じですね。うん。うん、なのでね、毎年ちょっと市川の問題はね、もう注目しとく問題かなというところですね。はい。えー、以上でございます。